弊社翻訳をメインに海外の調査やマーケティング、あと人材、まあ、多言語の人材の派遣紹介をやっております。もともとは海外の調査の仕事からスタートした会社でして、海外の調査、市場調査、あと制度的な調査、あとマーケティングの仕事、あとお客様の方で、外国語の人材が欲しいといったような、派遣紹介の仕事というふうにだんだんと少しずつ、お客様の需要に合わせて拡大してきた、そういう会社です。そうですね、売上的にはかなりインパクトがありまして、3割から5割ぐらい、削退でいくと減っておるんですが、内容としてはインバウンド関連、訪日外国人のインバウンド関連のクライアント様がやっぱ壊滅的になりましたので、そこのお仕事がやっぱかなり減りましたのと、特にテーマパークさんや、そうですね、インバウンドの関連というとホテル、飲食、あと自治体のインバウンド系のプロモーション等もかなりなくなりましたので、そういった、お役に立てるチャンスがだいぶ機会が減ったっていうのが原因だと思います。皆さん Zoom とかTeams とか、最近結構オンラインで会議することが相当増えてると思うんですけれども、その中に通訳者を参加させたいという機会があると思うんですが、その場合、従来ですと通訳者をそれぞれ通訳会社さんとかに連絡をして、予約をし、入ってもらうような形があったと思うんですが、弊社はその在宅の通訳者と通訳を使いたい、オンラインで使いたいユーザーとのマッチングのサービスを始めまして、30分単位ぐらいで予約ができる、そういうサービスですので、従来は通訳者が電車に乗って通訳現場に行き、また電車に乗って帰る、そこにはもちろんこうその人と人がこう密っていうか接触する機会が多かったんですけれども、今は在宅の人がユーザーの希望する時間にスケジュールが空いていれば予約をし、その分だけ料金を払うということで、コストメリットもユーザー側にはありますし、通訳者も移動しなくていいというメリットがあるので、非常に双方にとってメリットのあるサービスだと思っています。海外の取引先と会議を行うことがありまして、どうしても英語での対応が必要となり、そういった場合短い30分や1時間などの会議でも通訳者が必要となり、そういった需要があるということが分かりましたので、今回こういった通訳者と、クライアントをマッチングするサービスを作らせていただきました。そうですね、実際引き合いも結構増えましたし、コロナ前の昨年比でも実際に3割ぐらい引き合いが増えていますので、こういう新しい取り組みをすることで、引き合いが増加したっていう効果があったように思います。コスト面でも通訳者を最初から募集するのと比べ、だいぶコストが抑えられるという意味でだいぶ満足されているという声を聞いています。日本はこれから人口がどんどん減っていく時代に入りますので、特に地方は非常に急速に人口が減っていく、そういう時代にあって、日本語で商売している限りはもう自利品であることはもう間違いないです。そういう意味で日本語以外で自社のそのサービス、商品、製品っていうのを、販売、提供していくことを考えないと、日本経済もやっぱちょっと厳しくなっていくんだろうなという中で、私どもはその多言語化、事業を多言語化していくことで、海外の市場が、日本市場に加えて
プラスできるようなそういうそのお手伝いができればいいなと思っていますし、そこに役に立つサービスというのをどんどんサービスインというか追加していきたいと思っています。